器って打てば音が、打てば音が鳴る、どなたでも音が鳴るって、とてもそこが魅力的ではあるんですけれど、その打った音をどれだけあの音色の変化をつけるかっていうのは腕の見せ所といいますか、こだわりの部分でもあるかなと思っていて、結構よく言われるのが、打楽器だからスタッカートもスラーもないでしょみたいなことを思われる方も多いんですけれども、でもやはり違うんですよね。なのでそういうところもすごく細かくあのこだわって音は出すようにしています。はい、とても音ミスをしやすい楽器ではあるとは思うんです。と言いますのも、あのマリンバってメーカーさん、もしくはそのメーカー、同じメーカーさんでもモデルの違いによって音の幅が全く変わってくるんですね。なんでこれ統一しないんですかね、これね。だからこれが例えばドだとしたら、ある楽器ではこの幅がレだったりミだったり、あとここの音盤と音盤の幅も違うので、こう感覚が全く変わってくるんですよね。だからパッっていうこの腕のこの感覚で覚えてるのが全部変わってきてしまうので、そこの調整はすごく大事ですね。事実上今難しいとされていて、なかなかこう発展していっていない部分が、片手に3本ずつ持つ6本鉢なんですが、どうしても3本持ってしまうと持った場所からの距離を変えることができないので、発声音か間音かしか叩けないんですよね。あのピアノでいう発鍵か黒鍵か混ぜた音っていうのができなくて、でどっちかを叩くにはもう1音しか叩けないっていう状態になってしまうので、結局のところそれを考えるんであれば4本鉢でこうフレキシブルに演奏した方が音楽的な幅が広がるということで、今どうしても4本鉢が主流で、6本鉢ってなるとなかなか曲も少ないですし演奏の幅もすごく狭められているんですけれど、何かしらこう突破口があるんではないかなとは感じている時ですね、今感じています。そう、なんか布みたいなのって、それ何でできたんですか、木綿みたいな、アクリルだったり毛糸だったり、ね、綿だったりっていうその配合で全部音が変わるので、例えばこれがダメになって巻き直しをする時に全く同じものが欲しかったら、これと全く同じ配合のものを探さないといけなくて、それはそれのマニアがいて、あそこの湯沢湯にあったみたいな感じで探し出してくる。よく使うのはどんなのですか。すごくそれぞれです。違うわけですね。はい、その千何百本全員違う音がするので、私にははい、それぞれ使い分けています。マリンバならではのこのクラシック音楽というものももちろんこうで、どんどん演奏していきたいなと思っていますし、今年はすごく共演の機会にも恵まれていまして、尺八とのデュオであったり、あとはサックスフォンとのデュオであったり、あとはお囃子もあるので、どんな音楽になるんだろうっていう音を出すのがとっても楽しみで、なのでそういう新たな面をどんどん引き出せる年になるんじゃないかなと思っています。うん。